ということで、今回もやっていきたいと思います。こんばんは、みんなこんばんは。今回はね、トモコレをライブ配信でやっていきたいと思います。お、ほいほい。いきなりの。お、子供だ。子供だよ。子供だよ。こんばんは、みんなこんばんは。今回女の子。女の子がいいです。顔はこれどっちに似とんやろ。まあ、イメージ通りということで。ここは自然でいいよね。自然に任せます。珍しい。そう。最近ね、ちょっとあんまりトモコレができてなかったけんさ。ブラネ。ブラネちゃん。ブラネちゃん。うん、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。適当か。ほいほい。でね、最近こう、あんまりね、みんなのところが回れてないけん、今回はこのライブ配信中に、全員の部屋を回っていこうかなと思います。ほい、それじゃあ、まずあれね。まずちょっと、あゆなあすむは、後からでいいか。台湾さん、武井さんこんばんは。こんばんは、ゆうのそっくりさんだよ。そっくりさん。私、台湾さん寝てんだな。台湾さん寝ちゃってるんだな。めっちゃ落書きで、可愛くない？可愛くない？あ、初見さんこんばんは。ブラネ、適当。そう、めっちゃ適当。ブラネ、ブラネ、女の子でブラネ、男でもあれやけど。なんかちょっとねって感じするよね。お、ケン君は自分の家にいます。ちょっと様子を見に行こうか。はい、ケン君とリンちゃんの家。いや、相変わらずラブラブですね。相変わらずラブラブですね。ラブラブが言えない。はい、それじゃあちょっと、お呼び出しをしようかな。ケン君。安定の落書き。ジンジー堂で新しい人たくさん増えたので、一人一人住民作ってます。一人一人。住民作るよんや。マジか。大変そう。あ、初見さんこんばんは。初見さん多いね。こんばんは。パソコンを使いこなしてる自分ってちょっとかっこいいと。会社員の人とかでもそういう人おりそう。カチ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 ャ。カチャンみたいな。まだみんな寝るの早くない？きっと私の村の人たちは、早寝早起きなんだと思う。まだ8時なんやけどね。おじいちゃんおばあちゃんみたいな生活しようかな。はい、お腹が空いているでしょう。ライブでトモコレ新鮮。で、めっちゃ新鮮やね。初めてやったもん、ライブで。まあまあ美味しかった。よしよし。このライブ配信、まあ、約1時間ほど。あれば、全員のところが回れるんじゃないかなと思って。普段の動画やったらね、多分、10分から15分ぐらいやと思うけん。お、なんだなんだ。またしても。なんだい？トモコレお久しぶりなんや。お、ブラネちゃん。なんかさ、生まれたばっかりでこんなに髪の毛あるかね。はい、行けます。明後日から学校。もう学校が始まるのね。そして揺らしていく。待って、どういう揺らし方なら落ち着いてくれますか？おー。違うな。なんか、このね、コツがいまいちわからないんだけど、どういう、あ、横ですか？横？ちょ、待って待って待って。あ、これ？このリズム？あー、違う。どうだ。スキンケアしながら見てます。女子力。頑張るよ。頑張りますよ。赤ちゃんの喜ぶリズムって言われても早すぎ。早すぎ。どういう、これ、こういう感じ？注意されてるんですが。注意されてるんですが。なんてこったい。どういう、のほほんとする。全然泣き止んでくんないんだけど。ちょ、はい。なんなんだ、ブラネちゃん。なんなんだ、あ、これ？こ、
すげえ微妙なリズムですけど、何どういう日。あ、そうですか。あ、よくなったのね。よくなったのね。よかった。高評価ありがとう。一応薬をもらいました。ゆっくりゆっくり。そう、なんかちょっと注意されたね。そんなに強く揺すらないでもらえますか？ごめんね。ごめんね。お、さっちゃんバイトに出かけてる。様子を見に行く。あ、なるほど、そっちなんよね。帽子屋さんなんよね。帽子屋さんで働いてるのね。何かしら。ゴーグル。はい。しっかりと働いてるよ。しっかりと働いてるよ、さっちゃん。しかし、呼び出す。揺らす幅もありますからね。幅。リズムつかめんよね。全然つかめんよね。本体揺らすのめんどくさ。1週間ぶりくらいです。ほいほい。相変わらずピエロのさっちゃん。お、世界中の人と対戦して。リアルと同じであれやね。やっぱゲームが好きなんやね。本体じゃなくてスティックとかの方がいいかと。ね、スティックでもできるん。え、初めて知ったんですけど。はい、とりあえず。どうぞ。どうぞ、どうぞ。バイト先では普通の格好で働きよるけど、帰ってきたらピエロになるっていうね。お、地元桜満開ですよ。いいね、いいね。こっちも桜めっちゃ咲いとってさ、ついこの間、お花見行ってきたよ。お花見行ってきて、その写真をね、いっぱい、ツイッターにアップしたよ。ほい、あさみさんの部屋に入ります。ピエロのさっちゃん。あ、ともこれなくしたの？探さないと。探さないと。ピエロって遊園地やん。遊園地のあれか。熊の格好やったんか、ともこれでは。あ、ツイッターフォローありがとう。自分の部屋はね、一番落ち着くし、ぐだぐだできるよね。はい。どうぞ。北海道はまた雪降るそうです。北海道なんやね。雪。辛い。こっちはね、こっちはもうね、あれなの。暑いの。普通に暑いの。私もバイト先、クーラー入っとるけんね。流行って思ったけど、さすがに。流行って思ったけど、でもまあ、いるなぁと思った。いるなぁと思ったよ。ほい、そしてライチちゃん。入るよ、入るよ。さっちゃん怖い？怖くないよ。ピエロ可愛いよ。この島で流行ってる服。あれかな、輸入品とかで入ってくるような感じかな。はい。お持ちでもどうぞ。友達コレクションの子供の服の色は子供の系統、性格によって違います。あ、なるほどね。そういう感じなんや。スイッチでトモコレ出たら絶対買います。スイッチで出るんかな？どうなんかな？でもそう、トモコレね、新作が出てほしいなっていう人結構おるよね。私もそれはすごく思うんだ。すごく思うんだ。ん？なんかめっちゃ話しよった。さっちゃんおるやん。さっちゃんおるやん。ほい、それじゃ、キャンディーさん。入るよ、入るよ。水色髪のアイドル、ライチちゃん。ライチちゃんね、ミートピアの方でも出とったけんね。そう、ライチちゃんも何気にね、人気あるよね。ついつい長電話しちゃいますね。うん、最近はね、LINE 通話とかをしよる人が多いけん、結構ね、電話代とかも助かるんじゃないかなと、思ってる。あ、ピエロのメイクが怖いってこと？メイクまでしとったんかな？あ、普通のピエロってこと？新しいともこれが出てほしい。新しいともこれ。一応ね、これ、何？一作目、二作目って出たってことは、人気ってことやもんね。9時ぐらいにプレイしたら全員寝てたことある。マジか、早いな。ミーたち寝るの早いな。なんでそんなに早いんだ。声高いな。キャンディーさんが設定したんやろ。キャンディーさんが設定したんやろ。さあ、そして、アキちゃんは、お、家で子供をあやしてるよ。
ブラネちゃんやったっけブラネちゃんやったっけ。浴衣が涼しげ。いいよね、いいよね。もうそろそろあれやん。浴衣の季節になってくるんじゃないの。お呼び出しします。あきちゃん。私、トモコロでは可愛く作ってます。だね。いい。可愛く作った方が。トモコレ3入れて。これ新しいの出るとしたらどんな感じのタイトルになるんかな。マジでちょっとアキちゃん出ていく気、子供も生まれたというのに、子供が巣立っていったら自分もとか思いよるかも。もしや、ミートピアシーズン2ができそうなくらい人数が。ミートピアシーズン2、いいねいいね。ミートピア、ミートピアの方に今登場させとる人たちはね、基本的にこのトモコレで人気があった人たちやね。今結構あの、なんていうん、このミートピアにおった人たちは、おらんくなっとる子たちもね、おるんやけども。待って、めっちゃ適当に選びよったけど、どうしよう、何渡そうかな。うん。ちなみに今日はなんか、読み聞かせの日らしいよ。読み聞かせの日っていうらしいよ。次回作はもう一つ島が欲しいな。もう一つ、もうこの島だけじゃちょっと足りん感じ。遊ぼう遊ぼう。はい、ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。通知働きや。通知、通知休んでた。これはアユナじゃない。ですよね、ですよね、わかるよ。第2問。あ、これミラさんや。速攻で、あ、ケイさん、ケイさん、ナイスパチャー、ありがとう。205号室の人です。それで、それで205。なるほど。ナイス。お嫁さんの目になんか声優の杉田智和さんに似てる。あ、マジで？あ、確かにそういう感じなんかな。ちょ、待って、これは誰だ？ハクレンさんか。おっしゃー。おっしゃー。ナイスパチャでさらにシャレも効いてるという。名前は友達コレクションワクワク日記でいいかな。ワクワク日記。いいね、いいね。かわいい感じがする。じゃあ、それくらいの。お、いいやん。熊のぬいぐるみをもらいました。やったね。ブラウン管テレビはちょっとさすがに。さすがにいらないかな。自分もトモコレ初見です。ありがとう。トマさん。よし。そして。あ、アキちゃんどっか行ったの？アキちゃんどっか行ったの？10人300人済ませたい。300人絶対なんか把握しきれんような気がする。100人でもね、しきれてないという。じゃあアキちゃん帰ってきてあげて。なんかめっちゃ困っとるよ。サーリーさんめっちゃ困っとるよ。通知もしっかりと睡眠を取らないと。通知に気遣う。優しい。優しすぎる。待って、どこまで行ったっけ？あ、ここまで行ったから次、ユニポンちゃん。はい。あゆな島のアイドル、ユニポンちゃん。いいね、いいね。お話し中だね。しかし、私は呼び出していくよ。ちょっとユニポンちゃん、お借りします。止まらないぐらいかわいい。1ヶ月も経ってるの。お、トモコレライブ初見でした。トモコレね、ライブ自体初めてやけんね。なんか、わたあめってね、昔、家で結構作りよったんよね。なんか、家でさ、こう、くる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 、みたいな。私のミー何してんだろう。ケイさんのミーもきっともうすぐ、登場するはず。はい。オニオングラタンスープ。どうぞどうぞ。お、結構美味しかった。ありがとう。あ、住人はね、一応何、今のところっていうか全体通して、2、300人程度の人からね、バッと届いてるんで、全員を選ぶことはできないんだけども、ツイッターの方に、何？ツイッターの DM に QR コードを送ってもらったら、もしかしたら選ばれるかもしれない。かもね。
なんでもう一回選んだんだ、私。自分、リラックマのぬいぐるみなら持ってます。リラックマのぬいぐるみ、いいね。リラックマ人気よね。なんか私、リラックマといえばローソンっていうイメージがめっちゃついとるんやけど。うん、ユニポンちゃんかわいい。ユニポンちゃん人気よね。なんかめっちゃ寝てたんだけど、キング。てか寝てる人多くない？黒影さんは京子ちゃんの部屋に。様子を見に行きます。あ、リロ君もおるやん。ね、体操中？体操中？ユニポンちゃん、小悪はめっちゃ似合ってた。あ、なるほど、あ、待って、ハートマークで撮るやん。こっち優先しようかな。はい、のりちゃん入ります。ハートマーク消えたら嫌やけんね。ユニポンちゃんほど紫が似合う人いないよ。ユニポンちゃんめっちゃね、人気やね。イートピアの方の小悪魔が。まさかの？まさかの黒影さん？黒影さんは今大丈夫やったよね。手伝います。手伝いますよ。そう、リラックマってばローソンなんよね。キングさんが寝言を。ほい、それじゃあ、どうしようかな。よし。喫茶店で。着替えはもうこのまんまでいいんじゃないかな。わかりました。よし。では、勇気を出して告白しできます。いってらっしゃい。お、トモコレ新生活持ってる？私逆にね、この、一個前の、初期の、ワンの方のさ、トモコレを持ってなくって。めっちゃ動きが大げさな。ごめんなさい。ガチョウ冷静。めっちゃ冷静。え、つら。つら。なんてこったい。告白の瞬間を皆さんと共有できたけど、振られる瞬間まで共有してしまったよ。いやー、私も昨日振られちゃいました。大丈夫か？振られちゃいました。もう、リベンジはしない系ですか？ほら、美味しいものでも食べて、ね、多少の気でも紛らわせて、くださいまし。結構美味しかった。よかった。一瞬だけ笑顔になるんよね。一瞬だけ。ミートピアの制作スタッフの中にトモコレの人もいたからトモコレ要素があるらしい。あ、なるほど、そういう感じなんよね。あ、もうハートマークは出てない。ハートマークね、出るまでに結構時間かかるよね。え、黒影さん呼び出しなかったよね。ついさっき女の子を泣かせたばかりの。あ、僕そう答えちゃったか。黒影さん。あ、黒影さん、恋人いたのか。そうか、そりゃダメだわ。そりゃダメだわ。ひょうこちゃんが、何の動揺もなく、素だったよ。素だったよ。ほい。多少ちょっとね、多少ちょっと、眉毛でもピクッと動いてくれればと思ったんだけれども。すごく美味しかったようです。ほい。いやー、黒影さんあれだね。罪だね。お、モカタンやってきてる。二人で一緒にゲーム中。告白失敗してしまったよ。黒影さんの部屋のドアの音。結構目立つ感じよね。あれ、SC さんさっきまで部屋におったのにバイトに出かけたの？ようこそいらっしゃいませ。お、まさかの、石井さん輸入用品店で、輸入用品店で働いているのね。輸入用品店のがね、結構私全部持っとんよね。この辺の全部持ってなかったのかな。持ってるな、一個ずつ持ってるな。ということで、石井さん、石井さんお呼び出ししましょう。もうこれやってないな、やってないのか。やってないのか。イッシーさんこんな帽子かぶっとったっけ？お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた？結構満腹じゃない？え、結構満腹じゃない？お腹すいてるの？そういう口癖ってなんかちょっと紛らわしくなるよね。パンチも相当なものですね。よし、ということで、
どうしようかな。使い捨てカメラで写真でも撮ってきていただこうかな。どんな写真を撮ってきてほしいですか？住人の写真で、基本的にね。ちょっと撮ってきます。はるちゃん、エビフライ被ってんのかな？そこ。注目そこ。こんなのが撮れました。お、なんだなんだ？僕のともこれでは明太子が超好物なんだけど、それって送るとき、どうなんやろ、わからんねよね、その辺。真ん中は誰ですか？一人だけ顔が見えてないんですが。はい。タイトルは、思い出し笑いです。思い出し笑い。思い出し笑い、さっきの笑ってたの？それとも、この先思い出し笑いになるであろう思い出なの？ 80 点としておこう。確かに完璧でなかったです。このさんとデモちゃんってパート何で別れたんですか？それは覚えてないよ。さすがにパート何で別れたかは覚えてないよ。もうね、だいぶ長いことやってるからね、ともこれも。使い捨てカメラでは住人の写真しか選んだことない。前作では現実の風景しかなかった。マジで？あの芸術的なやつってやつかな。釣り竿を渡しておこう。はい。私最初の頃はね、最初の頃はなんかあの芸術的な写真みたいなのも選ぶよってんけど、最近住人のしか選んでないな。顔が見えてない人は吉原さんかな。吉原さんなんかな。格好的にそうかな。はい、Kさん。猫耳の K さんが、黒猫と戯れてます。でもこれ最初の友達を好きな人にすると付き合う確率が高いよ。マジで？裏技。最初の友達っていうのは、このゲームに登録する人ってこと？登録したのはアスムだったの。お、クイーンと夜ご飯中なのでアーカイブで見ますね。了解です。クイーンと夜ご飯、楽しんできてくださいまし。死んできてくださいまし。はい、カレーを。どうぞどうぞ。広島出身じゃないです。愛媛です。近いけども近いけども。なんかね、結構どこどこ出身ですかって言ってくる人って、そこの出身の人ってことなのかな。その人はなんかこっちに住んどったらね、そこの地方と喋り方違うけどなって思うよね、なんか。なんやろ、語尾とか。なんか微妙な違いっていうのが。おい、ハクレンさん入ります。満足レベルどこまであるんでしょうか？どこまでなんかな？ 100 とか？かな？多分、ギリがいいところ。クイーンさんの猫の衣装いいな。あれ確かね、キングが設定したって言ったんじゃなかったかな。違ったかな。なんだかんだの K さん、いつか突っ込みたかった。面白いよね。なんだかんだの K。ゴーヤって美味しいんかな。食べたことないんよね、正直。猫みかわいすぎる。あ、なにびっくりした。ゴーヤって美味しいんかなどころか超大好物やったんや、マジか。なるほどね。なるほどね。ことはこういうなんかよくわからないものも与えてみるべきか。あ、満足レベル最高99なんやね。なるほど。お、広島出身なんや。食べ方にとる？なんか語尾がちょっと違うかなと思うよね。広島の人なんか、なんとかジャケーみたいなこと言わん？ジャケーって愛媛使わんけんな。ライブ初めて。ありがとう、こんばんは。こんばんは。ゴーヤが超大好物の人ってあんま聞いたことないな。エチュン飛び立ってったよ。好物だから。おシャンティー。おシャンティー。なんだかんだ、キングさんにつけてもらった名前です。通りなね。ゴーヤが超大好物なんて。え、これ。あ、これあれなんや。マジックの大きさ変えれるんや。大きさっていうか太さ。え、初めて知ったんやけど。勝手に上からメガネの色変えるやつ。いいね。ちょっと二重みたいになったけど。なるほど。初めて知ったんやけど、これ。今更ながら。
ゴーヤとか苦い。苦そう、確かに。確かに苦そう。ゴーヤチャンプルとかがね。はい、皆さん入ります。チョコのお母さん、ゴーヤ大好物だよ。ゴーヤチャンプルも食べたことないよね。こんばんは、どうも。私、岡山県です。近い人結構いっぱいおるよね。ともこれ歴。ともこれ歴何年もあったっけな。どれぐらい ?1 年ぐらいもっとあるんかな。ほい。グラタンをどうぞ。私のメガネが、見てた。見てた。メガネの色上書きしました。福岡出身の横浜住まいで、横浜おしゃれ。おしゃれっていうイメージしかない。福岡出身の人ね、私のこの視聴者さんすごい多くってね、なぜか。なぜかわからないけれど。皆さんもね、クミが似合いますよね。だいぶ似合うよね。めっちゃ可愛い。給食によく出てめっちゃ嫌やった。マジでゴーヤチャンプル?ゴーヤチャンプル給食出るのか。マジか。ゴーヤチャンプル食べたことありますが、じゃあまあまあ好きですよ。私はどうかな?踊ってるのか何してるのかと思った。愛媛のゆるキャラって何て言うんですか?愛媛のゆるキャラはね、バリーさんとミキャンが有名かな。一応。バリーさんはゆるキャラグランプリでグランプリ取って、ミキャンは、何やっけ、準グランプリ取ったんかな。はい、チャーリーさん。家でご飯を食べてます。ちょっとあれかな。一息ついた感じかな。困ったらとりあえずゴーヤ。困ったらとりあえずゴーヤ。なぜ?また超好物になるかもしれないから。沖縄。はい、ちょっとお呼び出しをさせてもらうね。育児について話し合ってるかもしれないけれど。お久しぶりです。お久しぶりです。あやさんとかゴーヤチャンプル給食は出てないんか?出てなかったと思う。今どうかわからんけど、私らの頃はなかったと思われるよ。え?散歩の途中で?オルゴール捨てられとったんかな?なんてこったい。よし。ここはミシンで、服を塗っていただこう。そうそうそう、Kさんも皆さんもね、猫耳アイドルの時の多分そのままつけとんやね。こびない感じ。かわいすぎず。という感じか?正直者には見えない街乗りの服。正直者には見えんの。逆に?街乗りの服。正直な人には裸に見えるということなんやね。いいね、いいね、街乗りの服。おしゃれな感じするね。ほい。一番最初に歌詞を採用された時はびっくりしたけどめっちゃ嬉しかった。Kさんね、いつもなんか、めっちゃいい具合にね、ぴったりと歌詞を当てはめてくれるけんね。聞いてて楽しいんだ。ほい、そして。チャーリーさんまで行ったよね。はい、ほのかちゃん。様子を見に行きましょう。めっちゃポカーンってなってる。何見ようやろ。カルチャーの選抜メンバーが楽しみ。いいね、いいね。お呼び出ししますよ。別野さんとほのかちゃんもなんだかんだね、こう、仲いいんよね。ごめんよ。それはごめんよ。え?それが嘘でしょう。それが嘘でしょう。愛媛ってみかんさんが微妙なところ?なんか言い方面白いね。そうそうそう、愛媛はね、みかんで有名なところかな、一応。今はね、和歌山にみかんの、何?生産数は負けとるみたいやけども。いただきます。もう私も作詞をしたので後で送りますね。マジで?マジですか、キング。ぜひぜひ送ってくださいまし。イェイ、レベルアップ。
そう、これは順番に回ってる系です。あ、一応明日、ああいうのとアスムは後からにしようかなと思っとるけど、一応違う両者さん優先で行こうかなと。マラカスをどうぞどうぞどうぞ。お腹はいっぱい。うちのツイッター投票はまさかあんなに得票率が増えるとは思わなかった。私途中でリツイートしたしね。もうこれ楽しいですね。メイたちのね、生活をね、眺めるだけでもなんかちょっと、楽しいよね。それ、茜の分だよ。え、何何何が茜の分って。ほい、そして、あ、せつなさんとほのかちゃんって隣同士に住んでんのか。マンションでも隣同士に住んでんだね。近いな。はい、入るよ、入るよ。あ、高評価ありがとう。お久しぶりです。これには親友るがいます。ありがたいことです。いいね、ハットくんね。冷凍みかん。冷凍みかん美味しいよ。みかんっていうやつ売りよるよね。お腹は空いてた、空いてたな。ゴーヤあげてみる。いただきます。どうだろうか。ライブ配信は一応9時までってしといて、今回回れなかった人は次回、明日回ります。よし。お、歌詞は意外にすんなり浮かびました。むしろグループ名や歌のタイトルの方が悩むという。なるほど。歌詞すんなり思い浮かぶのすげえな。もう赤花さん呼んでるじゃねえか。入りますよ。はい、遊びましょう。あきさん、私が旅に出したこと折り二つ。マジで？はい、食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか、三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ、第一問。はい。これは何でしょう？肉まんだな。答えは？人気者ゴーヤ。イエーイ。そろそろあれかな、中華まんとかなくなってくる時期かな。高評価ありがとう。何これ、リゾット。この消去法的に。消去法的に。イエーイ。僕、海外に住んでるからか方言に憧れるんです。なんとかだべとか、なんとかばいとか。あー、なるほどね。ダバとか聞くと、おーってなる。ここまでの方言じゃないよね、私。これ何？爪切り。なんとなく。イエーイ、やってるー。やってるー。OK です。おめでとうございます。ありがとう。何をもらっていこうかな。どれか選んでください。はい、一番大きいのもらっていく。お宝、盆栽をもらいました。高評価をさ、決め顔。ありがとう。チェキーン。誰も投稿してない演歌を本来ロックの予定だったアスムさんの水第一選抜で作ろうと思ってます。お、演歌。やっと演歌が。みんなね、演歌で歌詞作りづらいっぽくって、なかなかね、演歌届かないんだな。基本的にアイドル、ロック、オペラ、あたりが多いよね。すごく美味しかったようです。愛媛の方言って何がありますか。愛媛の方言らしい方言って私もよくわからんねよね。これ方言やったんやって思うことが多いけんさ、やっぱずっとさ地元におったら方言って逆にわからんくないねん。それなんて意味ですかって聞かれたら通じんのやって思うことある。え、ゆうさん来たぜ。なんかめっちゃなんか何イライラしてる。イライラしてるの。機嫌っぽいです。どうしたんだ。アスムとアスムと喧嘩してる。なんてこったい。やっぱ広島はなんとかジャケーよね。愛媛はねジャケーじゃなくてなんとかヤケンなんよね。仲直りしてくださいます。あ、キングはもうすでに出社してる。早いっすねやっぱり。
待って、とりあえず、超大好物は出てないんよね。ということで、チョコレートパフェとかどうでしょうか。演歌は全員歌うとこがある。皆さん怖いです。めっちゃ殴りまくるよ。まあまあ美味しかった。あ、通知なかった。マジか。じゃけん。くるみん。くるみん、こんばんは。くるみんじゃけん言うよね。じゃけん言うよね。たまに広島弁が出てしまう。ゲーム実況者。私全く出んねよね。じゃ、これ後回しにしようと。後回しにしようと思っていたアスムのところを訪ねようかと思います。なんだ、ラブラブしやがって。今、ユウさんはイライラしてるんだぞ。イライラしてるんだぞ。あ、キングくるみん初か。なるほどね。1ヶ月も来てくれないなんてひどいですじゃないよ。ひどいですじゃないよ。で、超好物、あ、ポトフをあげよう。ポトフはどこにあるんだ？こっちの方かな？あるある。はい、これで一気に機嫌が治るはず。そう、今日回れんかった住民はまた明日回ろうかなと思います。はい、来たー。はい、来たー。ラブラブしやがって。私は結構な関西弁なのかな。キャンディーさんね、あの前に、何？配信見たときに、その普段の、普通に話しよる部分、イントネーションがもうすでに関西弁だった。関西弁だった。なんかちょっと日本語おかしいけど。イントネーションがもうすでに関西のイントネーションだった。そこはなんかやっぱり全く違うなと思う。アスムくん超放置してたよ。アスムめっちゃ放置してたよ。広島美味しい食べ物を食べたとき、ブチうまい系と言います。ブチとか言わんもんね。ブチって何？めっちゃってこと？めっちゃってことかな。ポトフ大好きです。私ポトフに入ってるウインナーがめっちゃ好きで。美味しくない？お、いい感じに仲直りできたよ。さては、アスモさんがユウと同じ帽子をかぶっていることが気に入らないのか。そこか。そこか。仲直りでできました。お、やったね。お礼にこれもあります。なんだなんだ。私はほとんど標準のはず。自分じゃわからないけれど。さっちゃんは、そうよね、さっちゃん。なまってないよね。意識的になまらんようにしとるんかもしれんけども。なんか東北の方の人ってめっちゃなまっとんかなっていうイメージがすごいあるけさ。人と会っている時も人と会っとる時と一人の時が変わらんっていうのはどういうことなんやろ。変わることない。なんかすげえ素で言うけど変わるよね。仲直りしてよかった。バリってよく言うわ、福岡県民。バリね、あの、なんか、中学生ぐらい、私がね、中学生ぐらいの時にめっちゃ流行っとったよね。バリなんとかやん、みたいな。言おったんやけど、いやー、なんか次第に使わなくなったね。若い子が使う言葉なんかなと思った。こう、なんか年齢を重ねていくうちに次第になんか、自然と使わんくなったね。バリなんとかやん、なんかちょっとチャラい感じせん。どこまで行ったか。とりあえずあれだ、ゆうさんまで行ったのか。ことは、ねむちゃん。りろうくんの部屋に行っているみたいだ。なんだ、何をしてるんだ？りろうくん、何、寝てる？寝てるの？寝てるじゃねえか。寝てるじゃねえか。何しに家にいるんだ。まあ、でもよくさ、なんか、小さい子とかってさ、もうなんか、同じ部屋の中におるのに、別々のことしよったりとかするよね。バリやばいわとか使います。バリって何？バリもなんかもうめっちゃみたいな意味。めっちゃみたいな意味。私も昔は使ってたよ。なくし物。なくし物。今度は広島に来てみてください。私お正月広島だったよ。お正月広島旅行だったよ、私。今回はちょっとあの、ちょっと近場にしてみようかなと思って、協力しましょう。ほいほい。きっと誰かしらが見つけてくれるはず。
然と方言が出ています。よね、あの普通に普段使う言葉やもんね、方言。なんてなんて、聞いてなかったごめんね聞いてなかったごめんね。コメントの方見てたよ。あ、バリってあれなん、博多弁なん、マジで。それが入ってきとったってことかな。はい、すき焼きでもどうぞ。バリの例文、バリやばいんだけど。そう、そういう感じ、そういう感じ。そういう感じで使う。お、キングもくるみさんと繋がっていく。嬉しいね。知っとる実況者さん同士が繋がっていくのなんか面白いよね、ミオって。何がいいかな、何がいいかな。シャボン玉セット。はい、どうぞ。ああ捨てた捨てた。じゃあ次はフランスとかどうですか。急に海外急に海外。東京なんで方言あんまり聞きません。東京、そう、前に東京の方に旅行行った時にね、めちゃくちゃなまってるんだねって言われた。なまってますけども。ヒカロさん、ウサピョンが。ウサピョンが。ほい、あったんの部屋に入りましょう。みんな結構出かけてるんだよな。名古屋でミア使ってる人いませんよ。ケイさん、名古屋？意外と知らない。名古屋の人ってね、なんかそういうイメージがめっちゃあるんよね。エビフリアーとか。そういうイメージなんよね、めっちゃ。はい、お呼び出ししましょう。お食事中のところ悪いけれど。猫耳ヘッドホンかわいい、ありがとう。概要欄にリンクを貼ってるのでよかったら見てくださいまし。あゆなさんは海外旅行行ったら面白そうですね。どういうこと？どういうこと？なぜ？海外旅行、なるべくあれだよね。日本語が通じないところに行きたくないよね。なんか怖いやん。怖いやん、なんか。愛媛県に住みたいなとか考えた頃もありました。愛媛県？え、何？好きじゃないの？マジで？マジで？愛媛はね、めっちゃ平和よ。平和平和。超絶平和。とにかく自然災害がない。東京なので東京で生まれ育っているとは生意気なと父が昔面接で言われたらしいです。マジで？なぜ？なぜだ？あ、でも私の友達もさ、あの、東京出身の友達がおるんやけど、なんか、この子はなんかこっちで働いて、なんか、なんていうの、東京出身やけんっていうので、なんかちょっと嫌がらせされよったみたいなことは言おった。標準語が気に入らないみたいな。標準語がなんかちょっと、何カッコつけてんのみたいな感じになって、カッコつけって言われてもね、生まれつきずっとこの喋り方だからみたいな。困るよね。はい、クイーンのところにお邪魔します。あ、あなたそっくりさん、随分ご無沙汰ですね。随分ご無沙汰です。なんで東京が生意気なのか。まあ、確かになんか、こう、地方に住んどったら東京、標準語で喋りよるってなんかドラマの世界みたいな感じだよね、私的に。私的にめっちゃなんか、ドラマみたいな喋り方するこの人みたいな。話しやすい人と、話しにくい人がいます。話しやすい人と話しにくい人がいます。みんなだとは思うけれど、まあ、全員とねフレンドリーに話せる人すごいなって感じするよね。いただきます。あ、うちの子ですね。うちの子です。クイーンです。そう、多分ね、地方ある程度東京弁が気に入らないっていう人は多少おるんやと思うよね。いや、私的にはなんかすげえかっこいいって感じだけど。なんか逆に新鮮、面白い。なんかちょっと話しよって照れる。すげえ標準語で話されよると思って。標準語のことでいじられても知らねえやってなります。なるよね。なるよね。ほい。てっちゃんとムカタン。ラブラブだな。ラブラブだな。おい、それじゃあ、おかたんのお呼び出しをしましょう。やっぱクイーンさんの猫衣装羨ましい。
今度、ケイさん、服渡すときには、猫衣装を渡します。猫衣装を渡します。福岡も場所によって方言違うんで、言うことと言わないことが。愛媛も結構、大きく3つに分かれとるけんさ、こう、何？愛媛の地方というか。3つぐらいにバンバンバンって分かれとるけん、そこそこで、なんか、イントネーションとか語尾が多少違ったりとかするかな。私知り合いの人、愛媛の南の方の出身の人やけど、何その喋り方でちょっと思うことあったもん。同じ愛媛内におってもね。結構美味しかったようです。じゅんじゅんさんの猫衣装。福井の猫衣装素敵よ。標準語の発音にびっくりすることが。あ、キャンディーさんとか特にあれか。全体的に関西のイントネーションやけどね。はい、今、モカさんまで行った。栃木県はお米かな？有名なのがってこと？栃木県？栃木って言ったら、あれじゃないの？餃子じゃないの？宇都宮。餃子のイメージがなんかめちゃくちゃある気がするけれど。こっちに行ったのか。はい、りんちゃん。お呼び出し。仲良しだね。みんな仲いいよね、夫婦。いいね、いいね。ほい。りんちゃんのお呼び出しをします。たけんさん、こんばんは。アジュラのそっくりさん、1ヶ月いつもどこに行ってたんですか？いや、結構みんな立ってるな。だいぶ立ってるな。キキトアンドシリーズな。キキトは、めんどくさいと思っちゃいます。行くまではちょっとめんどくさかったりするよね。人と会ったら楽しいから。あいなちゃんとくっつきかけたんだけどな。そうそうそう。ちょっとびっくりしたけれど。それはそれで面白そうな気もする。ダメだったけど。宇都宮の餃子と浜松の餃子を食べ比べてみたい。私結構さ、こう、なんていうん。味覚音痴なのかわからないけれど。結構なんかね、食べ比べとか、よくわからんねよね、味が。いや、なんか、あれじゃない、チョコとかもさ、高いチョコと、その辺のコンビニとかで売り寄るチョコって言われても、多分ね、どっちがどっちわからんようにされたら、味で判別つくわ、あれ。つかんよね。餃子やったらつくんかな。物によるんかな。はい、どうぞ。はい。餃子は負けられんな。栃木県宇都宮餃子。明太子辛くないのもある、マジで？いいね、辛くないの。明太子自体食べたことないけど。明太子自体食べたことないんやけど、何気に。気になりはする。一人一人順番に訪問するとなると、100人近くだと2時間近くはかかりそうですね。あとやっぱり2回分ぐらいになるんかな。おい、それじゃあ次は？カットくん！この空き室が目立つ感じよ。はい。仲良しだね。仲良しだな。では、落花生が有名。愛知と言ったら。愛知はね、やっぱりなんかこう、名古屋のイメージがすごい強いけん、何？味噌？味噌めっちゃ使うことない？味噌めっちゃ使うよね、愛知の人って。おはっとくん。ちょうど友達マークが出ているじゃないか。超久しぶりです。超久しぶりです。軽いね。軽いね。ミクさんとは、結構仲がいい友達だと思っているのですが、ほうほう、私とミクさんのこともどう思いますか？ミクタン。そう、いいんじゃないかと思うけれど。ミクタンどこ？これだ。友達、かなり楽しい。なるほど。え、待って、ミクルちゃんに不満ありますけど。ミクルちゃんに不満ありますけど、どうした？普通かな？
ちょ、ミクタンがこう来てね、ミクリちゃんと別れたらあれやけん。高評価ありがとう。福岡県民でも明太子は頻繁には食べないですね。明太子ってどちらかというと贈答。そうなんや。へえ、普段から家で食べたりとかするわけじゃないんやね。うち父親が明太子好きやけんね、なんか、しょっちゅう冷蔵庫に入っとるんよね。はい、どうぞ。いただきます。ハットくん、リーゼント。生かせやろ。生かせやろ。リーゼントでハッピーっていう。ちょっといかつい格好してるけど。夫婦関係が良好じゃないよ。どうするんだ。どうするんだ。別れませんように。こんな、どこが不満なんこれ。何仮面夫婦ですか。怖いんですけど。めっちゃラブラブやん。見せかけなの。はい、小夢さん。しゃっくり中。入るよ。愛媛の人はね、愛媛に住んどるけど、みかんめっちゃ食べるよ。愛媛に住んどるけど、贈答用というよりは、愛媛の人逆に多分みかんもらう方が多いと思うよね。なぜか。なぜか。愛媛に住んどるけど、段ボールでもらうことが多いと思うよね。福岡県民でも食べる方、食べない方がいるんですね。私は食べる派。食べる派もまあまあおるってことか。え、自分のデータは離婚が最近多くて悲しいです。マジで？離婚ラッシュ。やだな。そういうラッシュはちょっとやだな。辛い。はい、どうぞ。福岡はよくラーメンのイメージを持たれてますが、博多ラーメン？実はうどんが、麺が柔らかいんです。それで育ったせいか丸亀で食べた時微妙に感じ、あ、なるほどね。ってことはこっちの方とはちょっと違う感じなんか。柔らかい麺よりはコシのある、ちょっと弾力のある麺の方がいいよね。こう、四国に住んどったら。はい、遊びましょう。食べ物お宝モザイククイズ。またしても、食べ物お宝ね。OK です。モザイクがかかってるアイテム。ほい。ん？たい焼き？かな？かな？エナさんがみかんの話するから食べたくなるじゃないですか。しかもね、愛媛の人、みかんめっちゃ、ほんとめっちゃ食べるけん。ほっとったらね、友達とかもさ、なんか、連続で、2、3個どころか5個ぐらい食べよったりとかするけん。ほんと多分ね、みかん好きな人多いんよね。うどんも人気はね、第二のうどん県やと思いますよ。福岡。なるほど。そうなんや。こうね、うどんといえばもう香川なんよね。で、四国も全体的に、多分そこそこのうどんがあるんじゃないかな。多分、確か。何これ？水道水？コップに入った水道水だ。きっと。できた。できた。突っ込まれてるのはラーメンは硬いのにうどんは柔らかいですね。あ、なるほど。ラーメンは硬いのがいい。割り方とかそういう感じ？なんかそういうのあったよね。そういうの頼んだことないけんよくわからんねえけど。ほいほい。でかいの。でかいのに入れる必要あるな、トビ。中くらいのぐらいでも入るんじゃないかな。大きさよくわからんけれど。前に家で冷凍みかんを作って食べてました。私、家では作ったことないな、冷凍みかん。買って食べる。家で作るのは冷凍バナナとか作るかな。冷凍バナナ美味しいよね。お手軽に。ほい、ガイタンくん。入るぜ。おばあちゃんの庭にみかんがあるから明日にもらおうかな。いや、絶対ね。なぜ？もらおう。1ヶ月ぶり、お久しぶり。なぜ？なんか犬に嫌われる何かしらがあるんかな。最近なんかあれよね。野良犬って全然見かけんよね。私が小さい頃って結構野良犬とか普通におったりとかしたんやけど。野良犬。野良猫に比べて野良犬って結構あれなんかな。連れて行かれてしまうんかな。猫よりちょっと危険なんか。冷凍バナナずっと放置腐ってるかな。危険かもしれない。
近所に丸亀製麺があったんですが、福岡だと需要がなかったのか、長くは続かず別、うわ、マジで マジで丸亀製麺、たまに行くな。丸亀製麺か、花丸うどん。どっちも美味しい、私的には。みかんは好きだけど、冷凍は嫌いです。マジで冷凍みかん美味しいよ。美味しいよ。私が出た途端にしゃっくりが。私が入る前ならよかったのにね。はい、あやかちゃん。あ、ラブラブだわ。リアルな世界のコーンスープよ、早く私に届け。コーンスープ、コーンスープ、コーンスープ私あんまり飲まんねよね。なんとなく苦手で、まずいとは思わんねえけどね。まずいとは思わんねえけど。そうです、私です、忘れないでください。あー、来た、人から借りたものを、人から借りたものをなくすのはいけない。探してね、ちゃんとしっかりと。いただきます。僕日本にいた時プリンに棒を刺して凍らせたら超美味しかった。あ、それは美味しそう。やったことないけど。やったことないけど美味しそう。丸亀製麺は天ぷらが美味。天ぷらとか私、なんか、うどん屋さんでさ、天ぷらとかそういうの取らんねえよな、全然。そのまんま、そのまんま食べる。うどんをそのまんま食べる。あと、どちらかといえば、冷やしが好き。冷やしうどん。いつも冷やしでって頼むもんね、私。このスープが届いた、さてすすってきます。どうぞどうぞ。コーンスープにご飯とチーズ入れてリゾットにするの好き。あ、なんかちょっと美味しそうかも。でも前にさ、なんていうの、こう、レトルトっていうのかな。なんかカップに入ったさ、お湯入れて作るやつ、お湯入れて作るあのリゾットがさ、めっちゃまずくって。私的にね、多分好きな人は好きなんやと思うんやけど、私的にめっちゃまずくって、なんかリゾットというものに抵抗が、抵抗が、ちゃんとあれなんかな、人が作ったやつとかやったら美味しいんかな。お湯で作るやつじゃなくて。めっちゃなんか何やってんの、日光浴日光浴ですか。そろそろあれよね、日向ぼっこの季節がやってくるよ。てかもう来とるかな、日向ぼっこ。だいぶ、まあ、今のうちやね、夏になってしまったらもう暑すぎてあれやけど。スープ熱ー、確か甘やかしうどんって何、初めて聞いたんだけど。どうもどうも。お、新しい帽子。あやのさんはガストサイゼリアどっちが好き。ガストかな。ガストかな。サイゼリアね、愛媛になくって。愛媛になくって行けないんだな。ガストならあるんやけどね。ガストとココスはあるよ。あとジョイフルとか。さあ、どの帽子がよろしいでしょうか。結構なんかね、今みたいな感じの帽子が似合うと思うんよ、てっちゃんは。こういうのも意外と似合う。でも女の子向けかな。女の子向けかな。これはロゴキャップ、これいいんじゃない。あげましょう。はい、どうぞどうぞ。シチューでリゾットも美味しい。シチューにご飯は私好きやね。冷凍みかん、みかんが毎回作ろうとするとみかんがない。みかん、みかんめっちゃ言えるけど。チケンさんこんばんは。お、いいね、そういう欠点まで丸々含めて好きで追ってくれる人は貴重よ、大事にしなければ。はい、トマトどうぞ。サイゼリアはあれかな、私お正月にいたとこがサイゼリアかな、ちょっと忘れたけど、多分初サイゼリアやったような気がする。気がする。似合ってるね、帽子。もう早速浜辺に戻っていったんだけど。はい、それじゃあミクルちゃんでラストにしよう。とりあえず408号室。お、なんやろ、なんかの試合を見よる。ボクシングとかかな。
お呼び出しましょう。はい、みくるちゃん。手だけはずっと動きよる。誰か私の口の中にお冷やを。何、やけど、やけど。私も結構ね、スープとかは結構冷やしてから飲む派。ぬるくなったぐらいに。お、いいね、ヨガ。海の地下先生の作品に出てくるキツネうどんのお揚げとエビ手を乗せた最強の夜食、甘やかしうどん。それで、ケイさんは、ケイさんはそれを自分で作って食べるということ？甘やかし。いただきます。ジョイフル関東らへんにもできてほしい。関東の方にはそんなにないってこと？なるほどね。ジョイフルはちょこちょこ生きよった。生きよったよ。そう、2回に分けて。ということなんで、次の、今あれやろ？この、40何号だ？そこ行ってよ。はい、みくるちゃんまで行ったんで、5回からは、次回、やります。次に続きをやります。ジョイフル知らなかった？マジで？美味しいよ。まあ、でも結構ね、ファミレスって結構どこも同じような感じやけど。ほい、ということで、あ、そうやね、いつも通りのエンディングな感じにしようか。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。お疲れ様です。みんなお疲れ様です。お疲れ様です。うちは何か50なんとかだったはずだから次かな。ということは次の前半に出てくるということかな。お疲れ様です。お冷やがぶ飲み中。キング気をつけて。お疲れ様です。みんなお疲れ様です。また次回の配信で。お疲れ様です。終わらないで。あ、最後の私が動かしよるよ。いつもあれ、締めるときに言葉を言いながらリアルタイムで動かしてます。何気にね。お疲れ様です。